似合わず。確かにおでこ出さないよね普段。まあ私そんなにおでこに自信があるわけじゃなくて、おでこの幅狭いからさ、だからおでこ広い子ってさ、でこ出し似合うじゃん。でも私ね、やっぱちょっとそれじゃないからな。はあ、こんばんは。ちょっと今日いつもより早い時間にしちゃったから、あっと思って、やべっつって、やべっつって、すいませんね、こんな形で。タオルドライもしてないから、ちょっと今一生懸命拭ってる。ガチすっぴん ガチすっぴんっすね。まあまあまあ、しょうがない すんげえ換気扇の音聞こえる 換気扇じゃないか、換気、換気扇、換気、除湿、そう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 。ふん。確かに雨に当たった人みたいになってる。ちょっと水飲みたい。水飲ませて。よいしょ。あ、ちょっとポタポタする、やだ。髪長いのほんとこれやだ。これでプールの後の授業やってんだからさ、中学校の時の私すごいと思うわ。まあ小学校もそうか、ドライヤーぐらい持っていきたかった。いただきます。飲みやすい。ちょっといつもと違う水なんだよこれ。最近寒かったり暑かったり、暑かった、暑いことはないか、寒かったり暖かかったりするよね。ああ、お水、花丸、かわいい、ハート、ありがとうございます。かわいい。ドライヤーで髪乾かす配信やるか、こんな時間かかるぜっていうのが分かる。ちょっと持ってくるわ、ドライヤー。ガーって音になるけど ASMR だと思って。よいしょ、よいしょ。
ASMR 配信も私いつかやってみたいんだ。みんなが寝る直前にやってみたい。まあ、マイクないからあれだけど、イヤホンマイクでやってみたいんだよね。よいしょ、あれ差し込めない、よいしょ。咀嚼音私そんなに好きじゃないな。耳かきもそんな好きじゃないんだよね。オノマトペとかが好き。よいしょ、とか氷の音とか、氷と水の音とか、なんかこうかき混ぜてカランカランコローンってなるやつとかは好き。子守唄、子守唄っぽい AKB の曲があるから、なんか願い事の持ち腐れ、焚き火、それドラさんキャンプの、ドラさんキャンプで好きになったんかな。テロップドライヤーって書いとこ。なんかえドラえもんじゃんそれは。ちょっと待って、ドラって打ってドライヤーのところで指タップしたら予測変換でドラえもんだったわ。寝息ってさ、人間って寝てる時そんな寝息する？私なんか、あ、まあでも自分だから分かんないよね。なんかうちの妹と母がすごい寝言を言うのよ。寝言喋んのでね、こんなこと言ってたよって言ったらね、言ってないよって。そう。言ってないよって言うの。言ってんだよ。ですけど。あ、今日めちゃくちゃ詳細な夢のメール送りました。覚えてたんだよ、映画撮影おもろかった。ちょっとじゃあドライヤーかけるね。うるさいと思う、気をつけて音量。
はい、乾いた。結構なんか表面上は乾い、あでもちょっとまだ湿ってるかも。表面上は乾いてもちゃんと乾ききるまではもうちょっとかかるんですよね。そう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 、サラサラ。髪フェチの人とかいる？あんま聞いたことないんだけど、実際にはなんかできないかな。まあ、乾かした後が一番サラサラだからね。あ、撮ってんだ。で、前でこうか、こうか、こう。ちょっと分からないんですけど、ちょっとめっちゃ喉鳴るし、髪が乾かせた。ああめっちゃ水飛んでる。ちょ邪魔、ドライヤー邪魔やで、邪魔邪魔。イエーイ。シャンプーの CM ぜひ。ちょっと前髪もう長くなったな。この前切ったばっかなんだけど、レコーディングの時に自分で。ほもう前髪長いわ。はい、やもうね、言ったやんね、あの私眉毛と目の間が狭いから前髪すぐ伸びるっていう話。目に入ってくる、やだ。あ別にドライヤーは特別いいやつじゃないよ。普通に普通普通って感じ。別に特別いいやつじゃない。前はもう落ちてく。センター分けおもろ。平安時代の人だよねこれ絶対。マロは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 この時代に生まれてよかったと思っておるぞ。祇園精舎の鐘の声みたいな。ああ割れちゃった。ちょ前髪長いな、やだな。本当にデコ出しが似合わない顔の形をしているのよ。なんか長方形みたいな長方形みたいなね。だから本当は巻きたい。ただちょっと今また持ってこなきゃいけない。おでこ私狭い方だと思うよ。うん別に広くない。よし水飲むぜ、喉が渇く。ちょっと胃に水が溜まってこうと聞こえたんだけど大丈夫かな私の体。なんかもう370は飲んでんだこれ。早っ、今開けたのに。
めっちゃテカる。かわいい花束、かわいいバラ、ハート、だるま、音符、ハート、お疲れ、お水、ありがとうございます。ご飯食べてないですね。まあ食べてない。夕飯、いや今日はちょっと早めに配信して絵描こうと思って。結構でも水分取るとさ、お腹いっぱいになるよね。どんだけお腹空いてても。いいよね。モンブラン、あ、インスタに上げたやつ、あれね、ママと食べたの2人で。あのでも1個ずつ頼まなきゃいけなかったから美味しかった。な、普段私スイーツ全然食べないのね。好きなんだけどなんかあんまり食べる機会がなくて。あ、ちょっと昔の三村、昔っつっても1ヶ月以上前ぐらいの三村ね。そうそうそう、だからでもね、なんか甘いんだけどその砂糖の甘さじゃないから。砂糖確か使ってなくて、古町にある和栗のモンブランのねお店なんですけど、なんかカホかな、カホがインスタに投稿しててママがね行きたいって言うからね一緒に行ったの。ママが行きたいって言い出したのだから行って食べた。美味しかったよ。甘いもの好きな人は多分めっちゃ好きだと思う。うん、美味でした。美味ボーノでした。神フェチの配信の時でちょっと遅かったな、ちょっと遅かったな。あ、待って、お風呂上がりドライヤー消そう。私こういう踊ってる時もおろしとかしてるとすごい髪長いの活かせてるなって思ったりする時もある。たまにね、たまに。今月のプロデュース生写真の話昨日結局しなかったから、せっかくならと思って。まあすっぴんでやるような話でもないんだけど、今年じゃないわ、今月、先月が私いちご狩り行ったじゃん。でそのメンツ同じメンツでね、今まで夢ゆな日ので行ってたんだけど、みゆみゆがね車をね出してくれるということで、まあ運転はお父様なんですけど、みゆみゆの、そう、みゆ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 めゆな日の、なんか私だけ仲間外れですけどね、これに関しては。まあみゆみゆめゆな日ので4人で行ってきたんです。あとね、みゆみゆの妹ちゃんもね一緒だったんですね。初めましてでしたけども、そう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 、で上関型新潟の1回コスモスの生写真に行った時に行った場所なんだけど、コスモス、そう、コスモスの生写真覚えてるかな、秋の9月10月ぐらいの頃なんだけど、そう、コスモス撮りに行ったところ、同じ場所で上関型が春だと菜の花がわーって咲いて
桜がわーって咲いてあるんですよ。ですごくサイドがとても素晴らしくて、コントラスト、コントラストっていうか色の色味がね、黄色、ピンク、緑、水色、青みたいな、あの緑は草、湖、青が空みたいな、そう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 、すごく綺麗で、ちょうどなんか時期もぴったりで、桜も少しずつ散りながらも、だからちょうどこう桜と一緒に撮れるみたいな、満開でしたね。でお花見の方もたくさんいて、みよみよのタイムラインにね写真載ってたんですよ。ゆなこの写真を撮ってる私と、日差しを遮ってる傘を持つ夢、それを撮影するみゆみゆっていうのがタイムラインに載ってたんですけど、ちゃんとマスクもしてね撮っておりました。で天気も良くて、ちょっと風が強いぐらいだったかな。あでも風、花粉がすごかった。そう、花粉花粉、風はまあ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 そんなことないかなぐらいか。花粉がすごくてね、そう、あでそう、妹ちゃんなんで来たかって、なんかね、そう、あのメンバーを取りたいっていうのでついてきてくれたので、ミュウミュウカメラのさ一眼を持ってるから、それでね撮ってくれるって話だから、ああじゃあぜひぜひみたいな、でそうそうそう一緒に行ったっていう。生写真はそのだからみゆみゆの妹はその一眼のやつ、一眼だから、自分の今回の生写真のは、まあ、メンバーで撮り合ったんだけども、そう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 、まあ、一眼って難しいじゃん、こう設定がね。だからスマホでまあいつも撮ってるんだけど、前回のいちご狩りは時間がねあんまり長くするとね、そこに迷惑になってしまうから、2人で分かれて、私みゆみゆで、みゆみゆが撮ってくれたんだけど、今回はもうめっちゃ時間かけるっつって、しょっぱなみゆみゆだったんだよね。でじゃあ火の通るよって言ってみゆみゆを撮り始めて、場所を探したりさ、こう撮ってたわけだけども、その後誰だったかな、夢ゆな、どっちだったの忘れちゃったけど、一通り全部私が撮ったんですよね。うんなんか撮るの楽しくって、で構図もね、うまいって褒めてくれるから調子乗ってね、誰っつって撮ってました。そうだから夢ゆながミラーレス買うのは結構え知らないんですけどって思いましたけどね知らない知らないって、まあまあでもいいね、こうなんだっけ、何のご褒美だったっけ、ご褒美だっけ、なんか夢ゆな同士のプレゼントみたいな、お母様同士が買ってくれたみたいな、いいね。私が撮った写真、よしみんな公式を開くんだ、公式ホームページを開く、みんな面白いのがさ、夢ゆなの母様母様たちってね、あのお母様ごとにねお名前で呼び合ってんの、下の名前でめっちゃ面白いよね。じゃあゆなこから行くぞ、ゆなこね、1枚目これは私ですね、きっと。2枚目はねちょっと覚えてないの、この手で持ってるのは私じゃない可能性がある、あでも私かもしれないし、
3枚目はこれ私ですね。4枚目もこれ完全に私ですね。あ、5枚目は、5枚目どうだったかな。ちょ、忘れたけど多分私。まあ撮ってるのは私のスマホじゃなくてゆなこのスマホで私が撮影してるので。かわいいなお前、かわいいな、かわいいな、ゆなこの顔すごく好き、タイプみんなかわいいんだけどさ、かわいい、かわいい。2枚目どうだったか忘れたけどね、ほぼ全部私。みゆみゆ、え、みゆみゆ多分1枚目も私、2枚目も私、3枚目は忘れた、4枚目は私、5枚目は私。はい、かわいい、かわいい、かわいいでしょ。多分全部か分かんないけど、かわいいね、かわいい。いや、このさ、わかる？ピンク、ピンク、水色、黄色、違うわ、ピンクから見える水色のまだら模様と緑の草むらと黄色とそしてみゆみゆの白のブラウスっていう、このサイド素晴らしい、素晴らしくない？これわかんない、もしかしたら全部私かもしれないし、ちょっと覚えてないんだよな、この手持ってるやつは。夢はね、夢ね、このね、このシャボン玉は私じゃないの、花は私だな、これ多分。3、2枚目、3枚目、3枚目、3枚目どうだった、多分私、4枚目多分私、5枚目も私のはずね。 6.5 割ぐらい、確定は 6.5 割ですよ。8割取ってる。ちょっと待って、すっぴんがちょっと悲しくなってきた。1枚目だけは私じゃないの、これ確定。これね、私違うとこ、違う、あの隣から見てたから多分違う。え、いや、わかんないな、夢の、もしかしたら私撮ったかもしれん、でも、いや、ちょっと覚えてないね、ちょっと覚えてないわ。自分のはね、だいたい夢が撮ってくれたかな。うん、どうですかね。パンツスタイルにしたんすよ、ズボン。で、春っぽいベージュのコートね、コート、トレンチコート、うん、買ったので、自分に似合う色をね探しててね、ちょっとこう冷たい色のトレンチコートがいいなって思ったから、ちょうどいい感じので、ズボンも新しく買った、かわいいやつで、靴も新しく買った、まあ、靴全然写ってないけど、実はこの靴新しいやつ、もうずっと同じのばっかり履いてたからね、買わなきゃと思って買った。うん、何がお気に入りかな、これかな、これかな、
これがお気に入りかな。これもいいけどね。これもちょっとオフショット感あっていいですけど、横顔はやりがち、風強いから。全身普通普段乗せないんだけど、選ばないんだけどさ、まあ背景がいいのと、せっかくお洋服いっぱい選んだから、しかもなんかめっちゃ背景いいし、山映ってるし、めっちゃ綺麗だよね、コントラストでね。そう、実際ね、この写真たちって暗くてあの光が、だから投稿する前、投稿っていうか提出する前に明るさをね結構変えたんですよ。それがめちゃくちゃ大事で、なんか変わってんのないかな。あった、いいよ。これが何もしてないバージョンで、待って、これが何もしてないバージョンね。これが、これがね、でこれが明るくなったバージョン、わかる？これあの普通に iPhone のカメラアプリだけで撮ってるんだけど、暗いのとサイドと明るさを上げる、全然違うよね。そう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 、ちょっと顔近づけて、こんな感じ、全然違う。そう、すごいね。これはねいっぱい凝ったんですよね。凝ったというか、まあ結局撮り終わってから。やったんだけど大事なんですよ、この一つが。なんかさ、写真編集するってやるとさ、編集ってやるとさ、そうそうそう、こういうの出て、こういうの出てくるじゃん、こういうの、わかる？こういうの、こういうのを変えると全然変わる。ちょっと待って、見づらい。これで自動ってやると、あれ、これで、あ、そう、自動、これで全然違う、ほら、この iPhone の自動調節機能で上げるだけで全然違う。でもね、それでもやっぱ顔だけ暗くなったりするのよ。そうなった時はスナップシードっていう、そういうアプリがあるんですけど、それで部分調節で明るくするの、顔だけとかするとめっちゃ映える。なんかそこまでやってんだからインスタもっと投稿せえやって思うよね。わかる、私もそう思うただやっぱそれだけで全然出来が違うし、なんかさっきちょっと出てたけど、ひのちゃんが写真を撮るときに心がけていることみたいな、構図ですね、構図と、あとは歪んでないかどうか。なんか上から撮りすぎると顔が大きくなっちゃうの、こうこう、例えばだけどこうやってやったら顔大きいやんね、こうやってやったら、で逆にこうやってやったら、こうやって撮ったら顔自体が可愛くないのよね、こう上下から撮ると、まあ下から
下からこうやって写真撮ったらね、あれじゃん、なだからできるだけ平行かちゃんと画面を見ながらどこが一番可愛いのか、人物を真ん中に置いた方がその後ろの背景が映えるのかとか、右に寄せた方が可愛いのか左に寄せた方が可愛いのかっていうのを見ながら考えるんですよ。あとはその本人が、上から撮った方がいいのか下から撮った方がいいのかとか、私の顔は上から撮るよりも実はちょっと私が下こういう感じ、まあすっぴんで言ってもちょっと全然わかんないと思うんだけど、ちょっと下目から撮った方が実は綺麗に撮れたりする。夢もそう、ユナコとミュウミュウはミュウミュウは正面、ど正面が私は好き。夢はそう斜め下から、ユナコは上、斜め上からが好き。まあこれは好みでもあると思うんだけど、その子のまあ顔の凹凸とか首の長さとか、まあそういう肩幅とか頭の形とかおでこの広さとか、まあいろいろあるんだけど、撮っていくと大体それが分かるようになるから、そう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 、いやー仕事してますね。夢ゆなみゆ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 めゆなのファンの方には私もしかしたら褒められるかもしれない。結構自画自賛ですけど、いやうまく撮れてると思うんだよね。まあって言ってもね、結局私の撮り方が下手だろうがうまかろうがね、みんな可愛いから、だからまあ様になるんですよ、場所がどこであろうとね。そう、ただやっぱいいね、背景に色がすごい。そう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 、綺麗。三浦先生の作品として買わせていただきます。あのいやそれは全然あれいいんですけど、ぜひあの私が被写体の方もあのゲットしていただけたら嬉しいなとは思っておるんでございますけれども思うんですけれども、よろしくね。あとね、生写真じゃなくてあれも推し祭の新しいサユリウムも発売になりましたね。オレンジ赤なので、まあぜひ皆さんあの新しいサユリウム新調しようかなと考えている方はぜひ、あの詰まりあの15種類だったっけ、で何が変わるかっつうと、今まで出なかった色とかが出るんだよね。まあ私はあの推しカラーはなんか赤オレンジ白なんだけど、まあ推し彩は赤オレンジなんで、あの別にわざわざ3本わざわざ3本あの公園に持ってきてねってことではないですね。あ、ベージュブラウンとかも出んのか、へえすげえ。ピンクの薄いピンクと濃いピンクとか、そう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 、薄いピンクと濃いピンク出るようになるから、今までちょっとだけねややこしかった加藤さんと弥彦の色が完全に分けられることができるようになりますね。今までもビビッドピンクしかなかったからね、多分。いや分かんないか、
昔萌香さんがおしさい茶色って言ったのが実現できるようになってしまったね。茶色ってあるよね。冗談で言った茶色が実現できるじゃん。ね、そんな数年越しにそれが叶うんですね。確かに光った時に見えるのかな、茶色って。黒ってあったっけ、黒ってあった黒はないっけ、さすがに。いや、あるか、どうだったっけ。白はね、夢がいるからっていうか、まあいっぱいあるから多いけど、黒はないのか。あー、あ、ないのか。黒く光る黒く光るライト見たいな。2期のね、2期の公演があればね、黒でね。ブラックライトってそういう意味だっけ、あれ。私がおしさいから決めた理由、あ、まあこれはおしさい決めて当時はがっつり話したことあるけど、最近だと全然話してないけど、話してないね。うんとね、まあ私はおしさいが赤とオレンジなんですけど、赤はまあもともと自分のイメージカラーみたいなのが赤なんですよ。そうなの、実はね、赤なのよ。でそれもなんでかっていうと、まずドラフトのユニット、色ごとに分かれたユニットが赤だったのね。まずそれが一つと、二つ目が私のドラフトの時の写真がエンジン色の赤だったのね。そう、そっからやっぱその写真のイメージってすごく強いからね、赤になりましたね。もうそこはもう純粋にそういう理由で赤。オレンジはもうずっと前から荻野さんを目標にしています、目標にしていますっていうか、憧れか、憧れが荻野ゆかさんですってずっと言ってたのよ。でそこのリスペクトでオレンジです。しかもオレンジを使っているオシサイリウムってゆかさんしかいなくて、そうゆかちゃんね、ゆかちゃん、ゆかさんしかいなくて、だからまあ2期生加入して先輩とやっぱ被らないように考えるじゃん、オシサイは。さすがにね、さすがにね、被ったらね、みんなが困るからね。だからまあ必然的にオレンジを使うメンバーが結構いたんだけど、うん、いやだいぶいたんだよね、 5,6 人ぐらいいたんだけど、結局加入してすぐ推し祭決めたからな、ショールーム始まって。だから赤オレンジですね。しかもその後キャッチフレーズを決めて、キャッチフレーズを決めたから赤とオレンジだし、炎の色、火の用心だねっつってっていうので、家族会議で電話した時に火の用心、はいはい、マイク一本、火の元が思いついたっていう、そういった一冊がございます。でも15色だっけ、新しいの15色で合ってる。あ、そう、確かね、
あ、15色15色か。じゃあまあ今後も予約販売だけじゃなくて劇場で売るみたいだから、今までは少ししかなかったカラーバリエーションを 何十何百通りにも考えることができるようになったので、実質後輩が入っても何も問題がないということですねそういうことよな。めっちゃ問題なくなったね。後輩入ってきてもおしさい問題、他のグループさんはさ、もうおしさいに限界があってだいぶ被るじゃん、人数も多いし。それがなくなったわけだ。いや、なくなったわけだ。三色持ち大変そうだもん、みんなどうやって持ってんのこれ。こうやって持ってるよね、なんかね。こうか。確かに。確かにね、増えたらそれで困るけどね。でマミムメモのメンバーはカホがオレンジピンク、私が赤オレンジ、ユメが白白なんですよ。ユメに関してはユメのね推しがあやにゃさんだったんで、卒業のタイミングの本当にそのタイミングで白継承っていう形で継承になったんですけど、マミムメモは個人的には私の中でそれぞれのイメージカラーがあって、ユメがピンク、カホがオレンジ、ヒノが赤っていう、勝手にだけどね。そう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 。まあなんだ、イメージカラーとしてはそれが一番しっくりきてるんだよね。だからね、よくいらっしゃるのはマミムメモ公演の時になんか全員好き箱推しみたいな人は結構赤オレンジピンクを振ってくれてる人がいるんだよ。そう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 。でそういう話をしたら、それ私とヒノじゃんってカホに言われた。確かに確かに。あ、そうだよ、高校生時代のチームカラーだよ。すごくしっくりこない。例えば私が青とかだったら、まあそれはそれであれか、青ってその古立の方じゃなくてブルーの方ね。そうそうそう、すごくしっくりくるからそのまんまね、イメージとしっくりくるからそのまんまにしてるんだけど、めっちゃ重い。ちょっと待って、 Wi-Fi 今日ずっと重いんだよね。本当だ本当だオフィシャルスティックライト16色あるわ。15色カラーチェンジバージョン、つまり何、もともとが白でプラス15色カラーチェンジできるぜっていうこと。へえ、あ、そうなの。
ブルーがもう紫にしか見えないんだけどな。色味見たら変わるかな。ベージュとかダークブラウンもオレンジに近いね。なんかオレンジの方が薄いんじゃねって思い始めてきたわ。まあそれはみんなちょっとかん、あの、まあまあでもね、これに関しては予約じゃなくて劇場販売でもゲットできるから。おいくら？うんとね、4,000円、4,000円っす。ちなみに生写真は1100円っすね。確かにどんな感じになるかね。でもそっか、幅が広がるね。桜の木になろうとかね。じゃあ柱より前の方は茶色にしていただいて、それより後ろの方はピンクにしていただいて、あ、よろしくお願いしますとかできるわけだ。ね。確かに色ありすぎるとね、まあ変えるの大変だけどね。よいしょ。まあもしよかったら公式サイト見てみてください。あ、ゆかさんのショールーム始まった。私も時間なんで終わりにしますたまにある。これ私個人的に嬉しいんだよな。ぴったりぴったりぴったり交換になるっつって、似合う、尊い、かわいい、タコかわいい、ありがとうございます。ギフト今日もありがとう。じゃあ今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他諸々お疲れ様でした。それでは皆さん、また明日、おやすみ村、バイバイ。